はい、おはようございます。今日は日曜日、訓練がお休みなんでモスクワのダウンタウン中心部に来てます。結構高層ビルがこんな感じでいっぱいあるんですけど、ロシアモスクワでの訓練生活も長くなってきましたということで、今はホテルから訓練センターに、通ってるんだけれども、もういい加減ホテル代ももったいないので住まい、どっかに住んじゃおうと思います。ということでモスクワの中心部に今日はマンションを見に来ました。で、そのマンションすごくて、ヨーロッパで一番高い、高いっていうのは値段じゃなくて高さね、ヨーロッパで一番高いビルの最上階3フロアぶち抜きのペントハウス94、95、96階を天井ぶち抜いて天高13メートルもあるっていう、すごいやつを見に来てます。マンションのビルがまさにこれなんですけど、94階、6階建てか、この右側なのかな、ちょっと下から見るとちょっと高さ分かりづらいんだけども、そこを早速これから見に行きたいと思います。行きましょう。トラストビジェン、No, I said the Russian a little bit. Don't play Utra. It's Christina. She's a property manager, so she will help us to show you the penthouse. Thank you. ロシアでナンバーワンどころか、ヨーロッパでナンバーワンということです。その割にエントランスがちょっと意外とこじんまりとね、ホテルっぽいですね。エレベーターがロシア最速らしい。ちょっと時間を計ってみますか。計ってみます。じゃあ閉まった瞬間から。閉まった瞬間から行く。はい。1秒8メートルと分速480メートル。それは速い。あ、耳結構。1回90回に降ります。うん。かかってないですね。直通のエレベーターないのかな。あ、ないらしい。必ず乗り換え。乗り換え。おお、これは？うわ。広っ。あ、こういうとこもだから。これまだ作ってるんですね。家じゃない、これすごい。ここに一人暮らし一人暮らしはやばい。ちょっと一周ぐるっとして、はい、うわ赤っ、開放感すごいですね。高所強所、いや絶対建てないですよここ。見てみますよ。うーわ。あ、そう。気持ちよ。バンジージャンプした。気持ちいいよ、こっからバンジー。マジ。やっぱ端っこの高さがすごいですね。95、96、97の3フロアで2180平米。うわ、だから640坪ぐらい、360度見えますよってことだろうね。12って何だと思う？12分かんない何かが12なの金額は書いてないけど、いくらだ。金額はまだ言えないから溜めますね。足元まだ見られてる96階部分に上がります。はい、夏は暑そうじゃない、日差し日陰だろうね。うん、ここが一番ビルで高いところですもんね。え、ここの自体 の高さは何メーターぐらい、地上から。374、東京タワーより高い。パトーマンドパッド、ビルディング、
How much did it cost to build? This price is here, penthouse price. Oh, penthouse price. いくらでした？$3,500 million. Комплекс. Порядка 2 миллиардов. Но на самом деле потрачено больше денег. Я скула. Я же искал. 640 坪だから1坪650万円ぐらいだよ。安い。東京で今いいマンション買おうとしたら坪2000万とかするかね。一番いいやつ。650万で。安い安い。ちょっと分からない。40億は安いよ、これで。2.6 billion ルーブル。Yeah, for the penthouse. Yes. うん。いや、間違いないね。Two levels. うん。もっと expensive。はい、ということで流れでもう一軒見に来ることになりました。今度はインペリアルタワーという。なかなかこれも同じくペントハウスで2フロアぶち抜きのタワーみたいな、あのペントハウスみたいです。行きましょう。はい、うん、おお、ここは大理石。プラスリチェそうだ。どういうこと？じゃ毎回この人たちいるの？スパを抜けるってこと？もうスパじゃん、完全に。え、ジムですね、これ。これを変えちゃう。ペントハウスにここについてます。でも、ちょっとすごいな。このジムついてたらなかなかですよ。ああ、ジム付きなの。はい、相当いいっすね、このジム。わ、綺麗。マシンが全部テクノジム。おお、すげえ。本当に人いらない。あれ、シャワー。これシャワーっすね。スチームサウナ。あ、すごい熱っ。全部こもっちゃう。まあ、こういうのもついてくるよっていうランニングな。おお、なるほど。あ、でも悪くないぞ。ここもスケルトン、ね、スケルトンですね。で、真ん中はここは結構抜けてますね。ここはおいくらなの？20億ちょいと。22、3億と。ほう。さっきが40億。OK。Thank you. スパジバ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様。だから2軒見たのか。そうです ね。両方ともペントハウスで、1軒目が95、96、97、3フロアぶち抜き、はい、ヨーロッパで一番高い場所にある高層アパートメント、はい、で2つ目がお隣のビルのインペリアルタワー。まあどっちも眺望は最高なんだけど、うん、ちょっと内装がスケルトンだから、こっから多分あれ全部やり込むと 1,2 年は絶対かかるよね。いや、まあ、2年、俺がやるとまあ3年、トノが MG がやるとそうだよね。それちょっとだから間に合わない。あとお金もだからまたそっからさらに数億、なんなら10億ぐらい、うん、だから訓練中に住んでそこから通いましょうっていうふうにはもうなんないよ、ね、確かにもう行った後ですからね、宇宙。だからまあ出来上がってるところにやっぱ行かないとダメだね、新築だとね。うんうん、まあけど大変参考にはなったね。うん、そうです、ね、思ったより安かった。まだまだこれから上がるかもね、モスクワの、だから市場価値っていうか価格はね。まあじゃあ引き続き時間ある時に、うん、また探しましょう。物件、家探ししましょう。はい。
お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ここまで結構割安だと思うけど、それで売れてないってことはなんか事情があるんだろうね、うん、こんだけなのに専用エレベーターがなかったりとか、うん、この仕様に他の仕様が追いついてない可能性ある、うんうんうん。